安田貞江12月15日平成元年11月20日は日本の教育者、政治家、元鳥取県議会議員、坂井港市長、元鳥取県議会副議長、長井忠六の4男、元米子今井書店社長、長井一志の実定、鳥取県議会議員、安田裕子の実父、鳥取県最白郡中浜村出身、長井忠六の4、 男として生まれ、おばに子供がなかったため安田家の養子となる。ジップ帝六の帝と養父坂への栄意を取って、サダへと命名された。学期末通信簿を持って帰って、成績が一番になったことを言うと、百姓の後取りにならなくなるぞと叱られた。部落の長老百太郎じいさんは特に説教の名人で、百姓の後取りは、百姓となるべきである。 それこそ家を守る子供の務めだ。と解いた。米粉中学校には行かせてもらえなかった。安田は進学を希望したが、父は権利の肩書を持って米中に乗り込み、安田の願書と3円90銭なりの受験料を持ち帰っていた。1935年米子小解雇、学校産業科を卒業し、一長九段の百姓となった。毎日畑に行き、 百0らしい風貌になった。実家が経営する長井三種製造所の原飼い子飼育の儀主として、長兄を助けろと言われ、奥日野に行くことになった。また、弓浜組合聖師に勤めた。弓浜組合聖師は、特約聖師の作取りと応募に対して、養蚕農家の自衛手段として創設されたもので、組合員の区域は、私、外へ、吉、中浜で、組合長は、 父だった。安田の仕事は、事務所で計算係だった。1938年、鳥取県支配学校本科、卒業。不評第40連隊に入営し、短期現役兵として、浜坂砂丘で鍛えられる。陸軍五町で除隊。同年あまり個人上高等小学校訓導1947年、誠道中学校教諭。 1948年鳥取県教育委員。1955年鳥取県議会議員に当選。1978年境港市長に就任。1985年全国市長会副会長。1989年11月20日、死去。父、長井忠し ABC、境港市。 月間昭和61年796ページ、安田貞平町。一筋に9ページ ABCD e 安田貞平町。一筋に11ページ AB c 安田貞平町。一筋に14ページ、安田貞平町。一筋に15ページ、安田貞平町。一筋に16ページ ABC 安田貞平町。一筋に19ページ ABC 安田貞平町。一筋に20ページ。 abcdefghijk. 取県人名力626ページ。安田貞平著。一筋に24ページ。安田貞平著。一筋に25ページ。一筋に84ページ。abc。私たちの町の20136ページ。ab 安田貞平著。一筋に10ページ。新日本人物体感人事調査通信社1958年。や。 272ページ、境港市主下官、境港市35周年誌、平成3年410ページ。ありがとうございます。